F3 戦闘機の開発が本格化しており、そこで IHI の匠たちの技術が集結した XF9 エンジンが世界中から注目されているのはご存知かな。今回は、この世界トップクラスの性能を持つ純国産戦闘機用エンジン XF9 の開発がもたらす意義について詳しく解説していくよ。IHI が取り組んだ解決策についても詳しく見ていきたいな。そうだね。ロールスロイス社がタービンブレードの問題にどれだけ苦しんだか、その深刻さも掘り下げていくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2035年に日本の F2 戦闘機が退役を開始するのに照準を合わせて開発が進められている次期戦闘機は、BAE システムのテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発することを決定したよ。2022年12月9日には英日3国によるグローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP の設立が公表されると、そのプログラムを一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGO 通称 JIGO が2024中にイギリスで設立される予定だね。防衛省では、仮想敵国とされるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するため、それらの国々よりも圧倒的なハイスペック能力を持つ戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を確保する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めているぜ。日本が国産開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなかったことが大きく、F4J ファントムや F15J イーグルの他現在調達が進められているや F35 ライトニング2など、現在はアメリカに依存した戦闘機を国内企業が日本製作に応じる形でライセンス生産あるいは、最終組み立てを行って調達する事例ばかりで不甲斐なかったからだな。このような状況で導入された戦闘機は、機体の能力向上やシステムの更新などの近代化改修が必要となった場合にアメリカ政府の承認や主開発元である米企業の協力が必須であり、日本の空自が必要とする能力向上を国際情勢に合わせて自由にアップデートすることができないんだ。また、日本が主権国家としての安全保障政策を存続させる観点からも、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことは必要不可欠であり、あるいは上調性の観点からも複数の機種を同時並行で運用する形をとっておくことが必要であるため、国内技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておかなければならないことも次期戦闘機を国産開発とした理由の一つだな。現在運用している F2 戦闘機も一応国産と謳われているが、実際そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されている、アメリカのゼネラルエレクトリック製の F110 を IHI がライセンス生産したものであるため純国産とは言い難いわけだ。さらに F2 の機体の約 40% は米国内のロッキード・マーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、これを国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったぜ。そこで防衛省は次期戦闘機に搭載される国産エンジン XF9 の自主開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部以下技本と略は IHI との共同で、運動性を要求される小型亜音速機用エンジンの基礎的技術資料の取得を目的として、続いて、将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術やステルス性能を実証するために開発された、先進技術実証機 X2 心神に搭載する XF5 を IHI が開発しているね。この XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン推力重量比は 7.8 対1であり、ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口温度は1600度が計測され所定の性能を発揮して見事開発に成功したぜ。
防衛省の技本と IHI が XF5 の開発成功を機に、2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手しており、その際に次の3つのコンセプトが掲げられ、ハイパワースリムエンジンと呼ばれるようになったわけだ。まず一つ目に世界屈指のハイパワーレベルを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献すること。次に単純に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化すること。最後に電動化を目指す戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給することだね。そして、8年で完成した XF9 第1号は2018年6月に防衛装備庁に納品し、各種性能確認試験が2020年7月までの2年間実施され、2019年4月10日には最大推力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたよ。そもそも XF9 とはアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンであり、その最大推力は 11,000kgf でアフターバーナー使用時には 15,000kgf の推力を発揮するぜ。この推力は F15 や F16 に採用されているプラット&ホイット2製の F100 エンジンと比べても遜色がないどころか、それ以上の性能を持っているわけだ。また、エンジン内部のファンは3段、圧縮機は6段、高圧タービンと低圧タービンは各1段と構成されており、タービン入り口の最大温度は1800度であることから F100 をはるかに上回り、また全長約 4.8 メートル入り口直径約1メートルという構造は F100 よりも小さいらしい。このようにスリム化されたスタータジェネレータによって、180kW級の大容量の電力を供給することができるようになり、水力方向制御は後部に装着された水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度を可能としたよ。一方でアメリカの第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターのエンジンであるプラット&ホイット2製の F-119 のタービン入り口の最大温度は、1649度で XF9 よりも低く、その他の最大推力 11,800kgf、アフターバーナー使用時 15,900kgf、重量 1800kg 全長 5.16 メートル直径 120cm に関しては XF9 よりも大きく、水力方向制御には二次元水力変更ノズルが備えられているね。同じく第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F35 のエンジンであるプラット&ホイット2製の F135 を見ると、最大水力 13000kgf、アフターバーナー使用時 19500kgf、タービン入り口の最大温度1980度、重量 1701kg、全長 5.59 メートル、直径最大 117 センチメートル、燃焼器出口最高温度は1980度となっていて、出力では若干劣るものの XF9 の方がよりコンパクトなことがわかるな。XF9 は試作段階のプロトタイプと入っても、アメリカの第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトであることを誇りに持たなければならないぜ。これまで西側諸国のジェットエンジンといえばアメリカのゼネラルエレクトリック、プラット&ホイット2、イギリスのロールスロイスの3社が牛耳っていたけど、そこで日本の IHI が XF9 の開発を成功させた背景には深い理由があるんだ。実を言うと、それら欧米3社のジェットエンジン部品の 10-20% が日本製で、高圧コンプレッサー低圧タービン燃焼機、ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀であることを理由に採用されており、世界市場の7割を占めているよ。それに加えてシャフトを支えるベアリングや炭素繊維のほか、ファンに使われるチタンやニッケル元調合金なども日本製が採用されているなど、もともと XF9 を開発できるだけの素地があったのは間違いなかったぜ。実際に次期戦闘機開発が3カ国共同開発となった経緯も、イギリスのロールスロイスが XF9 と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したことがきっかけだと言われているが、日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が大きく期待できるからだろうな。日本の航空産業が直面している主な課題は、
国内での完全な自立生産能力の欠如であり、これまでの戦闘機は主にアメリカのライセンス下で生産されており、技術的な自由度や柔軟性に制限があったんだ。また、国産戦闘機の開発には莫大な研究開発費が必要であり、技術的なハードルも高いんだよね。技術移転や国際共同開発の促進による知識の獲得、国内産業のキャパシティ構築、高度な研究開発体制の確立が求められるからな。さらに、国産エンジンを含む国内戦闘機の全面的な自立を達成するためには、政府と民間企業間の連携を深め、継続的な投資と政策サポートが不可欠だぜ。これらの課題に対処することで、日本は防衛技術の分野でさらに大きな飛躍を遂げることができるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。